お疲れ様です。お疲れ様です。チープチャンネル。じゃあ学校生活はどうですか。学校生活は学校もすごい綺麗なんですよ。校舎が。すげえな。比率は男女比率。男女比率はあの何ですか。コースが3つぐらいあるんですよ。スポーツコースとか。いやスポーツコースはなくて。ないんだ。進学コース。はい進学コース。そこはあの一般生とか、はいはい、スポーツで入ってきた子とかが入るところ。それスポーツがそこなんだ。そうです。で特進コース。特進。まあすごい頭がいい。はい。なるほど。で英語科っていう。まだあ英語系もいるんですね。はい。英語系なんですか。あ自分はあの進学コース一般の。一般。だから英語系かなと思ったんですけど。まあ。イエスイエスイエス。じゃあ結構青春ができる学校というか。そうですね。はい。女の子の制服もすごい可愛いんですよ。本当に。可愛いんだ。可愛い。山梨じゃ有名。多分はい。可愛い。可愛いで有名なんだ。はい、え何夏隊とか応援来てくれるの？あ来ます。夏隊は、うん、これ多分山梨学院のいいところだと思う。いいところ。じゃあ教えてよ、はいあの。初戦から全校応援です。そうなの？なんで？もう学校の方針なんだ。学校はい。そうですね。山梨学院でさ、いろんなスポーツ、そうですね、サッカーが、あーそれは他のスポーツも見に行ったりするの、野球も、あします、あ、じゃあもう全校上げてやっぱそういう大きな大会はもう応援しよう、そうですそうです、いい学校だね、そうなんだ、はい、じゃあ結構もう賑わってるわけですね、そうです、夏の大会、だいたいね、他の県とかはだいたい準決勝決勝ぐらいから全校応援しますよみたいなそんな感じなんですか、1回戦からキャーキャー言われて、はいはい、モテたんですか。いやめっちゃ何何何モテなかったっす、ね、モテなかった、はい、めっちゃモテなかったっすね、なるほど、速報甲子園とかの VTR 見ると山梨県の学校がすごい盛り上がってる、そうですね、球場が山梨は他の学校も初戦から全校とか多いです、そんな結構盛んな山梨って、はい、決勝の舞台の球場って狭い、そうですね、あまりこう横浜スタジアムみたいな感じじゃなくて、そうですそうです、結構なんかもう一体となれるような、なんていう球場なんですか、古瀬、古瀬球場、古瀬球場、そこが決戦の舞台なんですか、はい、あれですね、なんかこう聞いてると山梨の高校野球は熱いかもしれないですね、そうですね、そんなに盛り上がってるとは知らなかったですね、1回戦からじゃあ相当盛り上がる、はい、じゃあ、あの結果その3年間ありますよね、はい、どんな感じで結果になっちゃったんですか、自分3年間山梨学院に在籍して、はい、夏は夏の県大会無敗でした。あ、3連覇。3連覇。3連覇したの。はい。すごい。すごい。だから自分夏連をしてない。じゃあ3年連続で甲子園を行った。行ったんですけど、自分が出たのは3年の夏だけです。3年の夏。選抜は？選抜はその1回も行けなかったです。選抜は行ってない。じゃあ夏に強かったんだ。そうですね。なんで夏そんな勝てるの？冬連がめちゃくちゃ厳しいんですよ。厳しいんだ。どういう、例えば具体的に、自分が一番きつかったのは、うん、1年の冬のトレーニングなんですけど、はいはいはい、オールアウトっつって、オールアウトが出ましたね、帰省の5日前ぐらいからめちゃくちゃ追い込むんですよ、うん、めちゃくちゃ追い込むんだ、はい、でその最終日にインターバル走っていう、うん、自分ら一番きつかった練習があるんですけど、はい、多分250から300ぐらいの間の距離を設定されたタイムで帰ってくるっていう練習だったんですけど、高校あるあるね、はい、最終日に100本やりました、すごい、何メートルトラックだっけ、250から多分300の間だったと思うんですけど、それを 100本で、最後の30本ぐらいはこれ結構多分山梨学院名物だと思うんですけど、うん、丸太を持って丸太走るんですよあれきついよな、きついっす、俺もそれやったことあるけど、パワーランとかのやつでめちゃくちゃきつい、呼吸できない、はい、みたいなね、でも最後の方なんで、もう走るときこう腕を張って、そうね、腕でこうでなんとかやりますよね、こうなんで進まないんですよ、OK、そのブレない体幹は、そうです、なるほどね、はい、それを何本やったんですか、ちょっと100本やったんですか、はい、でも帰省前だからね、みんな頑張ろうってなってね、はい、でやっぱそういう、トレーニングをしてるから夏は強いと思う、強いんだ、はい、じゃあそのじゃあ思い出に残る試合あります、山梨県大会、思い出に残る試合ですか、何戦が、やっぱ夏最後の3年生の夏の決勝、県大会決勝、うん、帝京第三高校だった、帝京第三だった、本当に厳しい試合になるかな、うん、めっちゃ準備してたんですよ、うん、
終わって蓋開けてみたら、うん、14対2とかでおお優勝みたいなそういうことね、帝京大さん、帝京大さん強いんだね。強いですね。決勝までね、だいぶ結構上がってくる学校ですよね、はい、じゃあ14対でちょっと点差開いちゃったんですけど、はい、一応マウンドには集まって、そうです、あっつって、でいざ甲子園と、はい、甲子園の思い出を聞かせてください。甲子園の思い出は、はい、めちゃくちゃ乱打戦だったんですよ。おっ、どこ戦なんですか。高知商業戦で。高知商業、確か点数覚えてないんですけど、うん、14対12とか、でもう序盤に8点ぐらい取られたんですよ、うん、取られたんだ。で 8-0 でコールドですね、はい、もう甲子園こんな感じで終わっちゃうのみたいな。確かにね、感じだったんですよ、せっかく来たのにな。でもキャプテンがちょっとやろうって行くぞって感じになって、でみんな一致団結して、一時逆転したんですよ。今東京ガスで野球やってる中尾っていう中尾くんやつがいるんですけど、そいつがあの満塁ホームラン打ったんだ。すげえ、クソ盛り上がる。どうなったんだ。いけんちゃう、これいけるぞってなって負けました。負けた、はい、でも1回はね見せ場を、はい、すごいね。そこは打ったんですか。自分は4打数2安打でした。あ、打ったんだ、はい、すごい。どことどこに打ったんですか。ピッチャー強襲と、うん、ライト前です。チープで打ったことありますか。ないですチープの成績で、え、ゼロアリまあまだね、はいはい、まだ彼まだ3試合ぐらいしかやってないんでね、はい、これからということで。甲子園で面白いことあった、はい、甲子園、うん、あのもう終盤、自分の裏だったのかな、うん、そこ覚えとこい、そこぐらい何対何かを覚えたらそこぐらい覚えたら、なんでさ、最高の人生の最高の思い出をなんか曖昧なんですか。そうそう、あんまちょっと物事覚えるの得意じゃない。そうですね、はい、で、負けてたんですよ。で、ツーアウト最後のバッター自分だったんですよ。うわ、これ終われないと思って、めちゃくちゃ集中して、うん、こうなってたんですよ。もう最初から集中してほしいから確かにね、はい、でもこれいったると思って打席入ってこうバッターボックス鳴らすじゃないですか。鳴らすね、はい、なんかピッチャーがなんか全然そっぽ向いてるんですよ、こう構えてるのに。はい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 、あれなんだと思ったらここに同級生が立ってたんですよどういうことどういうことですか。ここにえで、え、何何って思うじゃないですか。そいつはずっと、サコサコって言ってて、うん、おー、サコ、うん、な、何って言ってた。代打代打、はい、それはおもろい、それはおもろい。代打出されました。それはおもろい、はい、2安打打ってて代打出されました。それは思い出、はい、思い出代打。これ確かに思い出代打だね。あ、もうこ集中してたし。そうですよ、集中してたしね。確かに、なんとかね、次につなげなきゃとね。そう、代打がすな、聞こえへん、聞こえないですよ、もうこうなってたんですよ。サコは代打それはおもろい、これはおもろい。じゃあ山梨学院のね、今魅力をいろいろ教えてもらいましたけど、なんかありますか、シロさんから。山梨学院の魅力、やっぱその黄色い声援やろ。そうですね、お前が一番喜んでたの。そうっすね、あの栄冠ないんで言ったら調子上がるんで、うん、調子上がるんで、はい、なるほどね。え、やっぱその普通の学校生活でも関わりがあるんですか。そうですね。いいっすね。別にそういうのってある、何、恋愛禁止とか。あ、ないです。そういうのはないんだ。ないです。じゃあ本当に普通の学校で学校生活ができて野球もできる。あ、じゃあもう、はい、あのその学校自体そんな別に厳しくもないやん。ないですね。だからそのまあ、山梨学院にいろんな部活強いと思うけど、はい、その部活間同士で付き合ってる人らも結構あ、います、います。いるんだ、いいね。いいですね。どうでした、美濃学園。美濃学園、あのクラスに3人ぐらいしか人おらんすよ、女ほぼほぼ男子校、ほぼ男子校、まあ、あれクラスにチア部とかも結構いたんで、チア部の子と付き合ってる野球部とかもいました。いたんだ。で、なんか、ね、あのバックとかに、ね、その子のユニフォームのなんかつけてる、あ、そうす、女の子とか、あ、ありますね。帽子にその子のメッセージとか。青春やないか、青春やないかもな、それ俺はあれだよ、ミサンガをグローブにつけて青春してました。いいですね。いいっすよ。なるほど。なんかイメージと違いました。山梨学院ってもっとなんか、あ、なんか、うん、そのいろんなスポーツが強いから、そう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 、その結構学校自体が厳しいんかなと思ったら、うんうん、全然そういうこともないんで、そうすごい楽しそうですよ。そうですね。今迷ってる人たち、山梨学院どうぞどうぞお願いします
はい、ということで山梨学院の話はこのぐらいでいいか。そうですよね、はい、ということでここで一回じゃあ、はい、終わりたいと思います。じゃあ佐古選手、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルでは未来の高校球児たちを応援し、さらに草野球チームのリアルを発信していきます。この動画が良かったと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。